これ4倍ぐらい作れますね。どうですか。いやでもあの角度で踏んだら結局車が行く方向が分かっておけば、なんだろう、ちょっと走ってください。本気で走りますんで。本気で走ってください。とりあえずグリップでマジ本気で走ります、はい、行きますよ。スピードを抑えてますよ。本当ですか。いや、怖いんですよね。またいけるんじゃないかな。もうちょっとスピードを上げてもいけるんじゃないかな。いやー、どうすか。意外と走れてますね。いや、今いい感じで。いや、そうですね。やっぱ乗ってる感で意外といいですね。まあ、実車でもこんな感じぐらいは走れるんでしょうね、きっと。本当ですか。うん、ちょっとカッコつけてみてもらっていいですか。わかりました。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ここじゃないです。ここは苦手なとこなんで、次ぐらいでちょっとつけると思います。あ、ダメだ。これやっぱドリフトって言ってた。そうですね。ここで、ここは上手にしてるからね。ここですね。ここ狙うとこがね、こう決めてます。あ、立ち上がって。全然難しいですね。やっぱ普段やってる逆ですよね。うわ、これ全然。普段は外からを目で見てて、はい、頭の中でこの中からの映像を想像するじゃないですか。それの反対をしないといけないってことですね。いや、難しいですね。フリップならば見えた感じ。頭の中で自分がどこにどのくらいのスピードでどのくらいの角度で入ってるかっていうイメージをしながら流れをイメージしていく。ここはでも何回もやったんで、なんかちょっと指が覚えてるんですよね。だいぶちっちゃいですよ、うん、ちょっとアウトまでバキーンとバキーンと。もう全然わからない。壊すかもしれんけどね、今日。そうですね、壊さないように走る。あ、だ、あ、大丈夫大丈夫、セーフセーフセーフ。あ、あ違う、うわ難しい、マジむずい。いや、ここはグリップで走る分は全然。いや、やっぱですね、このいや、結局、やっぱ見て、車をどんぐらい、うん、あ、角度ついてるかば、あれしてるんだろうなって。あ、普段がですね、はい、グリップだったら、うん、まずはグリップからですね。いいじゃないですか。いいじゃないですか。いいですよ。あ、いた。なんかこっちの方が車っぽい操作をしてるような気がします。うわ、そうですね、うん、正常円をかけるかどうか。あ、正常円いいっすね。なんか勉強になりたい。おー、いいですね。おー、いいですね。先を見て、先を見て、先を見ないでください。あ、見に来ました。あ、当たってました。八の字、八の字行ってみましょうか。あ、そうです。いやー、
昔、あ、違う違う、どこだうわー、ちょっと待ってきつめっちゃきついっすこれ頭使うでしょきついっすたりました一応教えますけどなんかちょっと痛かったスピンしましたいや見えないから教えてあげようかなとスピンしました。ぶつかりましたもうちょっとスピード上げてみたらどうなるんですか、はい、もうちょっとスピード上げてみたらどうなるんですか、お、いいよ、ぶつかりましたコースアウトしましたおお。どこ行って？コースアウトしました。これめっちゃ無言になる。今の方が外から見て走らせるよりも車の動きが本物っぽいです。本当乗ってる感覚。しっかり先を見て。自分が今どういう状況にあるのかを頭の中でイメージして、おいよ、おいよ、お、先を見て、先を見る、いいですね。さあ、自分がどこにおるか、どこに行くか、クラッシュ。もういいんじゃないですか。なんか思ったより走れてますね。うん。全然わからない。ちょっとドリフトしてみましょうか。ドリフト見えないところをイメージしないといけないので。はい、登りました。体調はなんか普通にやってましたよ、これ。何ですか？うん。あー、必死で押しております。フロントタイヤを必死で押しております。ちゃんとドリフトに持って行って、アンダーとオーバーで、クラッシュ。いや、これもうちょっと広いとこないんですか？ないです。体調はその大きな定常円を普通にやってて、で8の字をやってみたらどうなんですかねっつったら、はい、8の字はちょっと仕切らさんかったですね。その定常円は普通にやってました。そうですか。うん。
空間認識です。今自分がコースのどこに追ってどのくらいのスピードでどのくらいの角度で行ってるかで先をしっかり見る。走らせてますね。必死で走らせてますね。スピンしないようにスピンしないように。どんな絵になってるんだろう。フロントタイヤをリアタイヤで一生懸命押していってます。あ、そういうこと。はい、流れがないというか流れでドリフトしてない。でも実写でやってもこんな感じになるんでしょうね。多分ですね、ですね、だいぶかっこ悪い定常円になってます。乗ってる人は気づいてないかもしれないですけど。気づかないです。いやだから実車乗っても多分同じような感じになるんだろうなっていう。あるっすか。うん。多いよ。からのここちょっと直線があるから多いよ。あ、いいじゃないですか。ああ。今ちょっと濃かったですね。だ。おーおーおお、前土手です。バックしてください。でも面白い、面白いでしょ。はい、めっちゃ面白い。惰性走りだなは分かってますけど、はい、いやだからこんなもん、こんなもんですよ。今実写でやったとしてもこんなもんですよ多分。できたとしてもここから八の字いけるか。どっかから八の字いけるか。どっかから八の字いけるか。ブラ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 みたいな。だいぶちょっと調子には乗ってきましたよ。ちょっと8の字やってみましょう。8の字あの思ってるよりそこにちょっと八の字してみてください。八の字やってみてください。もう正常今できないんで八の字。いやいやいや、八の字だったらいけるかもしれないですよ。あーあ、そう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 。あー、正常にすらできない。どこに車をどう持っていきたいのかのイメージがないとですね。多分この辺をこのくらいの角度でこのくらいのスピードで行ってるっていうのを頭の中でイメージしないと、目で見てる情報だけで走ってしまうと走れないと思います。
一応走ってますよ、初の。あ、これでいつも走ってるインフィールド走ってみたらどうですか。あー、蜂の子って聞いた。いやイメージがあるから、ほら、あまずグリップで。そうなるでしょ、はい、だからあれいつもぶつかってるんですよ、宮本さん。だから乗ってる感覚だったらなるはずなんですよね、はい、あ、そう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 、おい。そっかそっか、こうなるんです、ね、そう、実車でもそうなるんです。だから実車でもそうなりますよ、まだ早いですよ、まだダメだ、はい、真ん中で何が起こるかがイメージできてないから怖いんですよね。だからそのイメージできてる、コントロールできる範囲内でコントロールできる領域を広げていかないといけないということです。お、いいじゃないですか。お、あ、よかったですよ。もう車から降りて、車見たらボロボロになってるやつですね。なんか降りたくないです。宮本さん、バンパーついてないですけど。な、怖いと思わないのはどのくらいの範囲だったら思わないかっていうところを探していかないといけないですよね。できないことを無理してするんじゃなくて。はーい、あ、いらっしゃいました。そうそう、まずはコントロールできる怖くない範囲で。すごい今怖かったですね。ちょっと焦った。攻めればいいってわけじゃないってことですね、はい。